先日はご苦労様でした。報告は受けています。詳細な報告を。気の休まる暇もというところですね。思うところもあるでしょう。そうですね、我々が彼らを敵視していることは肯定しておきましょう。理由？そう複雑なものでもありません。単純なものです。とてもね。あなたこそ当初の契約内容がまるでないがしろなこの状況、どうして私たちに力を貸してくださるのか。さて、それでは今回のフライトプランです。連合軍が実施する攻撃計画に協力します。もちろんエイリアの施設への攻撃です。市民に実情をひた隠しながら地道に巣を潰す連合軍の努力に敬意を表そうというわけです。そう、恩を売るとも言いますね。けれど平行技研としての我々の顔も全くの虚言ではありませんから、戦闘のデータはちゃんといただかなくてはね。ちょうど敵地上施設攻撃といういい機会です。あの子の対地攻撃判定のもどかしさといったら、それはもうお友達を頼った方がいいかもしれませんわ。ああ、それから敵はおそらく思わぬ出方をしてくるでしょう。下ばかり見ていては痛い目に遭うかもしれませんよ。搭載兵装はあなたの任意です。いってらっしゃい。今さらに軍の援護だなんて、よく受ける気になりましたね。同じ敵を相手するわけだからな。ボランティアってやつさ。軍への支援に作戦機の補充ほどありがたいものはないだろう。ボランティアですか、あの人が。そのように。ああ、ま、結構シビアだよな、あの子も。今のうちに恩を売っておきたいというのが本音だと。なるほど、少なくとも思惑の一つではあるのでしょ。おいおい、また裏があるのか。さあ、どうでしょうね。これだからな。単調なミッションですが、後方警戒は怠らないでください。ミサイルの無駄撃ちも控えて。分かっている。エンゲージ。こちらシールドワン、エスコートに感謝する。技研の待遇は素敵だったよ。君らが羨ましい。確かに環境は良いな。人使いの荒さは前線とそう変わらんがね。ここで恩を返さねばな。茨瀬のところといっても、作戦を立案したのはこちらなんだな。このところミクスは随分と協力的だ。今後もお手伝い願えるのかな。都合が合えばできる限りは、といったところか。ほら、知らんよ。まあいいさ、どのみちいつまでも隠し通せはしない。じきに誰もが言います。終わってなかったのだ。この作戦も名目上はテロ制圧だ。チャリオットが飛んでなくてラッキーでしたね、といった感じだ。一部の人間だけで握りつぶせるほど事態は甘くない。さすがに分かっていらっしゃる。まあバレた後に糾弾されるのは現場ではないさ。俺らは俺らで目の前の敵を叩くだけね。野蛮な奴らだ。おい、シルドさんよ。まだ繋がんのかこれ。聞こえてるぞ。どうした。なあ、いやな、ここら一体エリアやらに覗き見られてねえかと思ってた。待機は徹底しているはずだ。当然だろ。どうして会えてる。いやー、浜辺にクジラさんが上がってるもんでね。テロリストの装備としては無理があるな。動く気配はないが、この状況ではそれが武器だ。浮かずに近づくな。
よー、何うめいてんだよ、ナバホ。なるほど、こいつはおどかしい。お前、爆撃に向いてないの？機体の空力特性上の問題でしょう。それを無理やり押さえつけて飼い鳴らすのがお前の仕事だろうが、だいたい機体の安定は関係ないぞね。もう少しまともな言い回しはないのかしら。脅威選定か、ミサイルメモリへの目標データ転送か、一体どこで詰まってる。あなたはテストパイロットなのでしたね。機体の不備の原因探らずにはいられない。おいおい、腐るなよ。悪かった、この話はおしまい。おや、よろしいのですか、職務放棄でなくて。あの、あまりつつくのは趣味じゃないですか。誰にでも得て増えてはないもん。漠然としないわ。ならしっかりやってくれ、できる範囲で。数はそれなりだが、この無人はどう、まるで無策。展開する暇を与えずにってか。軍の連中も頑張るじゃねえか。あまり見くびってくれるな。おっとこいつは失礼、前ん時はゴテゴテだったからな。連合は連中が優位に立ってると思うとどうにも勘ぐっちまう。君は軍にいたのか。いや、利権の前は傭兵さ。そっちの流れ星もそうだ、どうにも負け癖がついちまってんのかね。作戦が失敗続きというわけでもなかったね。お前は損害のレートしか頭にない。へえへえ、悪うござんした。用心棒で終わらせるには惜しいと思っていたが。なるほど、また飛ぶ機会があればいいのだがな。戦況が悪化すりゃ嫌でもそうなるさ。ターゲットは全機破壊だな。やはりやるな、予定よりも早い。この短時間で地上物はほぼ頓破、さすがですね。これで攻撃は避けられました。海のある物言いだ、レギュ正面場ですよ、マスター。俺、あいつ嫌いなんすけど。誰が好むものか、厄介な。ミサイルを温存しろとはこういうことか。当たらずも遠からずですね。後ろだ、ナバホ。ちぇ、こいつは一体どういうことだ、奴ら。どういうことかですか気づいているくせに。何、勘の鋭いあなたのことですね。この状況が理解できないはずがない。寝返りか。その通り。そしてこれが運が今なお大戦の自己処理を公表できない本当の理由。自己処理も何も全面対決より立ちが悪いぞ。きっとフルトはこの作戦でも裏切り者が出ると感じていたのでしょう。あの人の本命はこちらだわ。この場で裏切り者を叩き落とせというのか。軍の連中、どうやらクジラさんとお仲間らしいね。シールド、そうなのか。バカな、クソ、あいつら何を考えている。なるほど、彼は違うというわけだ。シールドは、あなたはこちらの指揮官に入れ。何、残念だが、彼らは最初から裏切るつもりだったのさ。我々を見逃すつもりもないのだ。取り乱すなよ、若いの。ありがし残った。せいぜい生き残ってから悩むがいい。行くぞ。ミッションアップデート。Thank you.
俺らは慣れっこさ。怒れたものではないけれど。すまない、迷惑をかけたな。構わないぞ、チンチンさせて。では締めるか。ラバーズをやるつもりか。放り出して逃げちまいたいのはやばやばだがね。そうも行く前にこちらの攻撃は外しようがないな。気合い入れてくれ。調達にだけは気をつけてくださいね。だが気をくれるわけにはいかないな。疲れるね。しのいだのか、この戦力で。怖いのはプレッシャーだったな。冷静になればまとみすぎちゃう。クジラ嫌いになりそうだ。問題はそんなことではないだろう。あなたはどうする？予定通り基地に戻るか。戻れるはずもない。我々は切り捨てられたのだろう。エイリアンに願いなどと従いの話だが、当てなどないな。そうだな、羽田へ届き、あそこなら我々を受け入れてくれるかもしれん。それじゃあ達者から急いだ方がいいぜ。我々も戻るぞ。